さんと会ったんだよ。そ、道がめっちゃ混んでてさ、ちょっと遅れちまったの、到着。そしたらさ、待機場所、待合室みたいなところでさ、入ったのにさ、マリンタのマネージャーさんしかいなくて、あれみたいな。あ、マリンタみたいな。あ、ちょ、マリンさん、どっかに行っちゃったんですよって。え、どっかに行っちゃった、そんなことありますみたいな。え、どっかに行っちゃったんですかみたいな。え、どこに行ったんですか。いや、わかんないね、どっかに行っちゃったんで。って。え、何言ってるのみたいな。土地狂ったんかとか思ってさ、アミーが。で、後ろこうパンって見たら、なんかホワイトボードに、なんか、たい焼きとポテトを用意してありますって書いてあって、え、ミコとマリンタンが好きなものをちゃんと用意してくださってるんですかみたいな。そんないいんですかみたいな。我々が、みたいな。たい焼きもらっちゃっていいんですかみたいな。もう感激してたらさ、足元にすげえ違和感感じて、みたいな。なんか、ミコの筋肉が、キューってどうにかなっちゃったのかなって。ミコの左足首が、なんか、ゾワーってしたの。え、なにって思ったら、マリンタンが、机の下からぬるっと出てきて、びっくりしましたって。マリンがさ、なんか会議室の机の下にさ、潜んでてさ、ミコの足首を掴んできたっていうね、ホラー体験だね、これはもう。もうホラーのそれよ。ガチで叫んじまったもん、メガ。